時はとても素敵な時、空へ向かって歩いて行きたいと思うことが、こんなに素晴らしいことだなんて気づいたのは、きっと瞳の綺麗な少年のような彼が教えて教えて私はとても素敵な時、どこまでも続く道を歩いて行きたいと思うことが、こんなに素晴らしいことだなんて気づいたのは、きっと誇りをかぶったボロボロになったジーンズが教えてくれたのね、空へ